えー、ありがとうございます。えー、自民党の、えー、藤木真也でございます。えー、私もですね、えー、家に帰れば、えー、一畜産農家として今の畜産の情勢についてですね、とにかく農家の気持ちを大臣また役所の皆さんに分かっていただきたいというような思いで今日は初質問をさせていただきたいと思います。ちょうど昼飯を食べているときにもですね、私の息子から。 今日うはやじ日本の畜産農家の代表として頑張れよという電話がかかってまいりましたやらせていただきたいと思います、えー、まず最初にですね加工原料乳の生産者補給金並びにですね収層乳調整金についてのご質問をさせていただきたいと思います、えー、先般の、えー、畜産法の、えー、改正に伴いまして、えー、来年から新たな制度の中でですね、えー、この、えーまあ 乳業の関係のですね仕事が進められていくわけですが、今回、今、昨今、ですね、えー、議論をされております、えー、補給金の単価であったり、調整金の、えー、単価であったりという議論が今、まさにですね私たちの党内でも行われているところでございます、そういう中で、えー、私たちとしては、ですねこの地区安法の改正のときに、相当な議論は、えー、尽くしてきたかというふうに思っておりますし、 今回、成奨令等々で,です、ね、落とし込みを、えー、行っていただいた結果、えーまあ、私たちの中では、えー、ほぼほぼ担保できたのかなというような気持ちがございましたけれども、やはり畜産農家の方には、えー、今回の地産法の,の改正によりまして、相当なです、ね、不安が現場の方に、えー、根強いなというのを感じております。 そういう中で、えー、我々農林水産の政策に携わるものとして、現場の皆さん方の、えー、やはりこう不安を払拭する部分であったり、やはりこう中,長的中長期的なです、ね、展望に立った、えー、夢や希望、そしてまたです、ね、後継者の皆さん方が、しっかりと酪農やりたいと言っていただけるような、えーまあ、政策づくりといいますか、環境づくりを進めるべきだというふうに思ってございます。そういった いろいろなですね農家の皆さん方の今後の、えー、まあ生産意欲といいますかそういうことを考えますとやはり今年の価格決定というのは本当にこう私は大事な、えー、決定だろうというふうに思ってございます。その点をですね今回斉、えー、藤大臣がどのような、えー、まあごご所見の中で、えー、まあ対策に。 進めていこうという気持ちがあられるのかというところをです、ね、お聞かせいただければというふうに思います斉藤農林水産大臣。あの近年、ですねあの我が国の飲用牛乳需要が減少傾向にある一方でですね。<laughs> えー、生クリームやチーズなどの乳製品の消費は今後も増加が見込まれておりまして、消費者ニーズに対応すれば、酪農経営が発展の可能性があるということ、でそのためにもです、ね、特色ある牛乳乳製品の生産による付加価値の向上など、酪農家があ創意工夫を生かせる環境の整備が重要な課題になっているという、この近年の傾向を踏まえまして、新制度におきましては、 まあこれまでの暫定措置法に基づく制度をです、ね、恒、え、久、ー、措置として畜産経営安定法に位置づけ直すとともにです、ね、補給金の交付対象を拡大するということとしたわけであります。まあ、新制度はです、ね、4月1日から施行されるということになりますけれども、えー、これまで50年以上続いてきた制度が変わるということになるわけでありますので、新制度への移行にあたりましてはです、ね、現場の疑問に、 丁寧に対応をしていって制度を適切に運用していくということが極めて大事だと思っております私もあの副大臣としてこの新制度の企画立案に携わってきましたのでとにかくこの新しい制度のもとで,ですね、生乳の需給の安定等を通じた酪農経営の安定が図られるよう農林水産省として全力を尽くしていきたいと思います藤木晋也君、はい ありがとうございます力強いお言葉をいただきまして、酪農家の皆さんも、すね、ぶんかの、まあ、安心は持たれたのかなというふうに思います。ぜひです、ね、本当にこう農家の皆さんが安心していただけるようなです、ね、結果を、私たちもです、ね、全力でお手伝いをしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。続きまして肉用牛肥育経営安定特別対策事業 についてのです、ね、ご質問をさせていただければというふうに思います。えー、まあ現場にはですね、やはり TPP であったり、日 EU の EPA であったりという、このグローバル化の進展に伴ってです、ね、やはりこう将来どうなるんだろうという不安が相当農家の皆さんには根強くあるというふうに思ってございます。えー、そういうういい中で,です、ね、昨今、えー、本当にこう畜産のの相場というのが 高値で、えー、推移をしているというところがございます。我が家もですね、繁殖経営をやっています。孔、えー、子の値段が高いというのはですね、本当にこう嬉しいことではあるんですけれども、ただ今の状況を考えると手放しで、えー、喜んでばかりはいられないというのがですね、どにこう今甲子を生産する農家の皆さん方ほぼほぼですね皆さん同じ言葉を発言されております。やはりこう繁殖と 肥育という車の両輪がです、ね、共に成り立って初めてこの肉用牛という、えー、まあ産業というのはですね回るんだなというのをです、ねえー、実感をしているところでございますけれどもそういった中でやはり今農家の皆さん特に肥育農家の皆さんが、えー、非常にですね高い元牛の、えー、時の 牛が今、出荷されている中で、相当ですね経営的に厳しい状況に置かれておりますし、こうした中で,で、牛丸菌を含む経営安定対策の拡充は喫緊の課題だというふうに思ってございますが、今の現状をどのようにえ考えておられるのか、お聞きしたいと思います。農林水産大臣政務官 えー、牛マルキンはじめ、えー、あのマルキンの制度は、えー、畜産経営安定対策に大変重要な施策だと思っております。えー、牛マルキンにつきましては、特に肉専用種において、格子価格が高い時期に購入した牛が出荷時期を迎える一方で、 枝肉卸売り価格が今年度に入りまして、難聴に推移いたしておりますことから、直近では地域ごとに補填金の算定を行っている一部の県において、す、ま、で、あ、に発動いたしておりまして、経営の下支えを行っているところであります。 牛マルキン等の経営安定対策につきましては、セーフティーネットとしての機能が十分に果たされるということが大変重要だと思っております。まずは必要な予算の確保をしっかりやる、これが重要だと思っております。そしてその上で、生産者の経営安定が図られるよう、それに資するように適切に運用してまいる、まあ、このことが必要だと思っておりますので、これからも現場の声をよく聞きながら、しっかり運用してまいりたいと思います藤木信也君。 今、ずいぶん、もうこう、幅を持たせたといいますか、幅を持った形で、えー、政務官の方からご答弁いただきましたけれども、やはりですね今、しっかりと対策を打たないと、私は TPP の、TPP であったり、まあ、EPA のですね発行を待って、運、え、寸、ーうん、という、ですね今、マルキンの制度は、ですね、えー、決めてご決定をいただいておりますけれども、肥育農家の皆さんはおそらく持たないんじゃないかなと。 いいう心配をいたします、えー、まあ私もですね、過去に BSE を経験したわけですが、あの当時ですね、大体いい30万の赤字が出たなというふうに記憶をします。えー、その30万という数字が見えたときにですね、国から、あのときは緊急に特別対策を打っていただいたなという、えー、まあ記憶があるわけですけれども、えー、おそらくですね、来年の夏以降、あ夏以降というか、 夏前後からです、ね、出荷が始まります、えー、肥育牛というのは、70万に近い数字の、えー、甲子牛を飼われたの牛が出荷につながってきます。えー、通常の甲子牛の値段というのは40万前後でこれまで推移をしてきたかと思いますが、甲子牛の値段だけでもです、ね、30万の差が出てくるということはです、ね、本当にこれ、BSE の発生当時と変わらないような状況が、私は現場には、 生ままれるんじゃなないいいかなとううふうに思いますぜひ、えー、ともです、ね、これは、えー、国の方でなんとか考えていただきながらです、ねえー、肥育農家の皆さん方を守っていただく、また私たちもです、ね、守っていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております、本当にこれ、極めて危険な状況が日に日にです、ね、近づいてきているんだというふうに思います。 ぜひ、えー、まあ特別対策これをですね、えー、打っていただけるような考えで今後、えー、ご検討いただければというふうに思いますがいかがでしょうか。枝本生産局長。お答え申し上げます。えー、先のあの十一月に改定されましたあの総合的な TPP と関連政策対抗におきまして。 えー、TPP または日 EU ・ EPA 発行のに合わせまして、あの法制化された牛丸金についての補填率を引き上げるということにされてございますので、それに従って対応してまいりたいと存じます藤木信也君。いやそれじゃあ、私は厳しいと思います。やはりですね、あのー、今後、30万、40万という元押しの差がです、ね、本当にこれは肥育農家の皆さん方には大きくのしかかってくる問題です。 ぜひ、これはですね、特別対策でもいいです。現場の皆さんは、発行を待たずにというお言葉がよく耳にします。ぜひですね、その辺は前向きに検討していただければというふうに、えー、お願いをいたします。えー、続きまして、えー、今日配布をしてあると思います、えー、先般ですね、進藤先生の方から、えー、使われた資料によく似た資料を見つけ出してきました。こ <laughs>、えー、これをもとにですね、えー、この えー、黄色の部分のです、ね、ところをです、ね、畜産農家も努力はしたいという気持ちは持っているんだということからです、ね、私の持論ですけれども、えー、皆さん方にぜひ聞いていただければというふうに思います。これはどちらかというとです、ね、えーまあ、畜産サイドの、あのー、話ではなくて、米の政策につながってくる、えー、ところなんですけれども、やはりこう、 国産の粗止量であったり、やはり国産の餌というのをですね増やしていく必要があるんだということを考えると、ですね一番今、国の政策に乗っかっていくには、水田の対策にこの餌を作っていただくというのが、ですね一番理想的で、早道なのかなということを常日頃ですね感じているわけですが、やはりこう、これまで、 米政策の中で、えー、戦略作物という、えー、品目がありますけれども、その中で,です、ねえー、飼料米、またホールクロップ用の飼料用の稲であったりという女性はです、ね、相当な金額をつ、まあ、けていただいて、えー、農業現場では作付けが拡大をされているというのは、もう皆さん方もご案内のとおりでございますけれども、えー、今、 この政策はしっかりですね、えー、需給のバランスとしてがっちり、えー、マッチをしたい,いい形がですね今はできているというふうに思いますけれども、これは今、国からよく言われる、毎年8万トンずつの需要が減っていくということを考えると、ですね今後、ますますこの検索電というのが広がってくるということが、まあ、もう必然的に私たちは計画をしていなければいけない話なんですけれども。 まあ10年もしないうちに、あと1割増えるんだと、じゃあそこに何を作るんだといったときにです、ね、やはりこれ、私は資料前では、若干これ、もうおそらく使うサイドからいけば、もういりませんよという話が出てくるんじゃないかなというような心配をいたします。そそそこここでででやははりこうそれにそこに行き着く手前でですね私は 他の品目あたりもですね、取り組みながら、えー、政策誘導をしていく必要があるのかなということを考えるとですね、これまでの戦略作物というのは、公衆サイドの、えーまあ、考え方によって決められてきた品目かなと思いますけれども、やはりこの戦略作物の中でも餌にかかる部分というのは、畜産サイドの方々が使って初めて、えー、成り立つ話であります。そういった中で、ぜひですね、畜産サイドの意見としては、 飼料前よりもトウモロコシがいいんだという声が非常に大きいということをです、ね、ぜひ皆さん方にご認識いただければと思いますし、畜産部の方ではでは、ね、当然、その取り組みは相当頑張ってです、ね、ここ近年行っていただいているという情報はいただいておりますけれども、やはりこう畜産だけでそれに取り組もうとすると、予算的にもです、ね、厳しいものがあるのかなというふうに思います。ただ一方でで現行の制度でいきますとトウモロコシは飼料作物扱い になりますと年間の助成金が3万5000円ということですけれども、やはりです、ね、私の知り合いにも今、何人かが取り組んでいる人であったり、取り組みをお願いされている人がいますけれども、もう少し交付金があればなということをです、ね、それぞれの方が口にされることを考えると、その戦略作物の枠からです、ね、一つトウモロコシだけは出して、別枠で,です、ね、予算措置をする必要があるんじゃないかなというふうに思います。えー、本当にですね えまあ飼料前であったり、飼料稲はですね8万円という基準のベースがありますけれども、私はそこに向かっては、そこまでの金を国が出す必要はないんじゃないかなというのがトウモロコシです、えー、まあ単価がいくらなのかが一番、いくらが一番まあ適当なのかというのは、私にも分かりませんけれども、トウモロコシだったら、畜産農家の人もお金を出してもいいよと。 言われるような品目であります農家の皆さん、畜産農家の皆さんの出し前とですね国の助成金によって8万円が担保できる、そういう私は作物であるトウモロコシをですねぜひ国の方でも本当に精力的にですねお取り組みいただければというふうに思いますが、その点をお考えをお聞かせいただければと思います唐沢政策統括官。我が国におきましては、食用米の需要が減少しております中で、 まあ食料自給率あるいは自給力の向上を図るためには食用米から飼料作物など食用米以外の作物への転換によりましていわゆる水田のフル活用を進めていくということが極めて重要だというふうに考えておりますでこのような中で今ご指摘ございました飼料、えー、用トウモロコシの作物全体を、まあ、いわばサイレージとして密封貯蔵し発酵させて利用する 青トウモロコシにつきましては、まあ、現在、戦略作物の一つとしまして、10割たり3万5000円のご支援を申し上げているところでございます。でこれを例えば、飼料米と比べてみますと、単、え、収、ー、がもう非常に高いということで、はい それに伴いまして販売収入も高い、単収見てみますと、飼料米、大体10アル当たり530キロ程度でございますけれども、この青狩りトウモロコシにつきましては、10あたりたり3600キロ取れるということでございます、またあの、コストの面も見ましても、ほとんどまあ農薬を使わないというようなことで、まあ、経費も低いということでございますので、まあ、10十ルあたりの所得で見ますと、飼料米など他の戦略作物と、ねまの同水準ということで、す、ま、で、あ、に十分な支援単価となっている というふうふにまあ認識をしておりますで他方、この青ガりトウモロコシにつきましては、まあ、排水性の良くない水田ではあなかなか難しいと、生育不良になってしまうというようなことですとか。 秋の長雨や台風などの影響を受けた場合には、まあ、品質が低下しやすいというような課題もございます。え全国の,あ,のあらゆる水田で幅広く作付けできるというものではございませんけれども、栽培条件が整った地域におきましては、今後とも一層の生産拡大が期待できるというふうに私どもも考えているところでございます。まあ、こういった中で この青狩りトウモロコシの増産につきましては、平成30年度予算におきましても、飼料増産総合対策事業の中で、コントラクター等による作付け利用拡大等の取り組みに対する支援なども現在要求しているところでございまして、今後、さらに積極的に生産拡大を進めてまいりたいと存じます藤木信也君。はい、えー、まあ実情、まあ、今、お話では、ですね青狩りトウモロコシの話がほぼほぼだったかなというふうに思います。 えー、稲に置き換えればですね、えー、飼料米は飼料米があってホールクロップという二つの種類があります、えー。トウモロコシでもですね、ぜひ施術のトウモロコシ、これをですね、えー、まあ飼料米と同じ位置づけでお願いできればと思いますし、青がりは飼料稲と同じ位置づけで考えればいいのかなというふうに思います。<coughs> ぜひですね、これ本当に畜産農家の皆さんから行けば喉から手が出るよう くらいですね欲しい、えー、私は、えー、餌だというふうに考えますぜひこの辺はですねなぜ、えー、今添削田でその面積が拡大していかないのかということもですね、えー、合わせて役所の方には考えていただければというふうに思います相当ですね、えー、ハードルは高いというふうには思いますけれども本当に今後 その米の需給バランスのことも考えてです、ねえー、今のうちから私は取り組んでいくべき問題ではないかな、課題ではないかなというふうに思いますので、前向きなです、ね、検討をお願いしたいというふうに思います。えー、続きまして、えー、生産基盤強化の対策についてであります。えー、今回、えー、TPP の関連対策として、えーまあ、畜産クラスター、 という事業がですね、本当にこう現場の皆さん方に喜ばれている事業が、えー、まあ、出していただくことができたなというふうに思います。ただですね、えー、現場を回ってみますと、なかなかその家族農業、小規模農家の方にこの事業が当たらないんだということをですね、口々に言われます。大規模農家に、えー、取り組みやすくて、なかなかこれ 小さい農家には、えー、活用しにくいといったです、ね、運用上の課題をよく聞くわけですが、この実態、えー、役所としてどのように、えー、把握をされているのか、お聞きしたいと思います枝本生産局長。お答え申しし上げまます、えー、畜産クラスター事業におきましてはあのお 事業の採択時に地域全体への波及効果等を評価いたしまして、都道府県、またはのクラスター協議会側の優先順位をつけるということになっていることから、小規模な経営は相対的に採択されづらいのではないかという声があることは承知をしております。他方、これまであの平成27年度の補正予算におきましては、法人だけでなく家族経営についても規模の遺憾を問わず、クラスター計画に中心的な形態として位置づけられ、 地域の平均規模以上に拡大する場合には支援対象といたしました、また平成28年度補正予算からは、中山間地域の優先枠を新たに設けまして、土地条件に制約があります中山間地域の中小規模の畜産農家の方々が活用しやすいように、地域の平均規模以上に拡大しなくても事業の対象にするとなど、現場の声を聞きながら対応してきたところでございます。 従いましの中小規模の家族経営が事業を活用するにあたりましては、その経営が地域でどのような役割を果たすのか。 またその経営が継続発展するために地域とどのように連携するのかなどにつきまして関係者間でよく話し合っていただいてクラスター計画に位置づけていただくことが重要だというふうに考えてございます、まあ、こういう事業の仕組みですとか中小規模の家族系の方々が畜産クラスター事業によりまして成果を上げている事例などをしっかりと周知いたしますとと,ともに中小規模の家族系を含めた地域の畜産 酪農の収益向上の取り組みを進めるために、今後とも必要な予算の確保に努め、また適切な運営を図ってまいりたいと存じます。藤木信也君。はい、えー。まあ今言われるような答えが返ってくるのかなというふうに思いました。えー、まあクラスターには二つの大きくですね分類分けができるわけですが、確かにですねあのー、私が主にやはりこの牛舎を立てていく。 というほ、ねえー、まの事業に関して考えるとです、ね、えー、まあこの制度上、やはりこう大規模農家が有,有利なのかなというようなえ考えが起きるわけですけれども、ただ一方、もう一つあるその機械導入ですよね、こちらを考えるとです、ね、ほぼほぼすべての農家の方々は、そちらに取り,組みを、まあ、取り組まれる方が多いのかなということがあります。 まあの実際、えー、熊本県の F 牧場もです、ねえー、申請は上げております、若干こう大規模農家なんですけれども、やはりです、ね、大規模農家であっても、漏れるというのがです、ね、実態としてはございます、えー、小規模農家だけが漏れるんじゃないんだということがです、ねえー、私は感じているわけですけれども、先般、えー、九州の南九州をです、ね、畜産地帯を視察をしてきた際に、 やはり同じような声が意見交換の中から出てきたときにです、ね、採択率を聞いたときに、熊本県で,です、ね、県楽連が最初に言われたんですけれども、25%ちょっとだということでした、竹連であったり経済連に聞いてみてもです、ね、やはりそれ前後の数字を言われました。 25%前後の採択率ということは、4分の1の人にしか、やはりその事業が今のところ取り組めてないということが、見方を変えれば、できるのかなというふうに思います。やはり、それだけなんていうかな、声が大きい、要望が大きい事業なんだということを、ぜひ役所の皆さん方には。 ご理解いただいて、やはりこの採択率を上げることによってですね、えー、そういう声が私は少しずつ小さくなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともですね、今後、えー、この畜産クラスターについてはですね、しっかりと予算確保をお願いしたいというふうにお願いをいたします。えー、まあ、時間がですね本当に少ないんでですね、もう次々行かせていただきますけれども、あと一枚。 ですね、今日う、えー、私、資料をお配りしているかと思います、えー、これは前回の委員会で、えー、競馬法の、えー、まあ、ひぎれの法案の審議がございました、その中でですね、軽手馬の話というのは、相当この委員会の中でも話が出てきたわけですが、まあ、私の出身地であります、熊本県というのは、まあ、馬刺し。 といえば熊本県というほどのですね一大産地でありますが、やはりですね熊本でも1年間では100頭ほどしかこの農耕馬が生まれていないというのが現状です、でですね今年7月に私は久しぶりに帯広の,その馬の競りに出向きました。 えー、10年ぶりぐらいに行ったわけですけれども、本当に馬のです、ね、上場頭数が減っているのに驚きました、もう市番のです、ね、半分ぐらいしか馬がつながってないという状況を見たときにです、ね、うわーっと思って、数字をです、ね、調べてみて、本当にびっくりしたんですけれども、えーまあ今日この表を見ていただくとです、ね、本当にこの減少というのがです、ね、皆さん方にもご理解していただけるんじゃないかなと思いますが、えー、やはりですね、補助、 というのがです、ね、今まで女性というのが先、前回の議論の中でもありましたです、ね、JRA の予算の中から、馬に関しては補助金が出ていたという話を聞きますけれども、えー、やはりこう馬農家の方で,です、ね、本当に後継者が少ないんだなというのを感じるわけですが、やはりです、ね、規模拡大をしようと思って、旧舎を建てるときの事業はありませんと、そういうことをです、ね、本当にいろいろな農家の方が言われます。えー、今回の クラスターに関してはですね、これが、えー、まあ、おかげさまで組み込んでいただくことができたということでありますけれども、これまでそういった、えー、ハード面のですね、事業がなかなかこう、馬の方までは手が届いてなかったんだなということを、えー、感じております。ぜひですね、ここは役所としてですね、早急に対応をしていただく必要があるのかなと思いますし、北海道でさえですね、本当に少ない えー、等数に減っておりますもうこれ、言葉を変えれば、ですね絶滅危惧種に近いんじゃないかなという状況まで、ですね私はこの20年間で減ってるんだということをです、ねえー、皆さん方にご認識をいただいて、ですね今後、ぜひともこの、えーまあ肥育につながる馬、これはもう、消し馬も含めてすべての馬が、まあ肥育につながっていく馬でありますけれども、農耕馬であったり、 のですね、えーまあ、肉にほぼほぼ向いた馬の進行というのを、ですね役所の方でどのように今後お考えなのかということをお聞かせいただければと思います。大野畜産部長 お答え申し上げますあの農業場の使用等数でございますが、あの農作業の機械化の進展、それから万栄競馬の縮小、えー、生産者の,あの方々の高齢化、まあ、こういった理由によりです、ね、あのこれまで一貫して減少傾向であの推移してまいりました、えー、まあこういった中であの農林水産省としましては、あの独立行政法人、家畜改良センター、トカ牧場、あの委員も。 ご訪問されたとあのお伺いしておりますけれども、あの優秀なしぼばの貸し付け、あの繁殖品馬の譲渡、人工授精用精液,液の配布を行い、農業馬の生産振興を図っているところでございます、またあの地方競馬全国協会におきまして、繁殖品馬の導入支援、あるいはあの小馬の生産奨励、こういった対策を実施させていただいております。えまあ、こういったあの取り組みによりましてあの最近では 一貫してあの減少を続けてきた農養盤生産党数、27年が1101棟と、1年の生産党数が、そこでございましたが、28年にはですね、1120頭と、ようやくその増加傾向とは申しませんが、歯止めがあのかかってきたかなというところで、明るいあの兆しもあの見えつつあるところでございまして、今後とも、 地方競馬、全国協会との関係団体とも連携しながら、ワークにおけます農業場の生産振興に努めてまいりたいとあの考えているところでございます藤木信也君。はいそろそろ時間ですので、あの本当、えー、今ですね、まだ経営をしていらっしゃる農家の方がいらっしゃる今だからこそです、ね、しっかりとした対策が必要なのかと思いますし、もともとはです、ね、熊本だけの文化だった馬刺しというのが、今は 日本中どこに行っても食べられるぐらいです、ね、えーまあ、消費の方は広がっているという現状もございます、やはりこうしっかり国産場で、えー、日本の皆さんにです、ねえー、食べていただけるような環境というのも、役所の方で責任を持ってです、ね、お取り組みいただきますことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました